父さん、まだ早いです。10時から。これ、使い方ちょっと説明してもらっていいですか？はいはい。これね、今バッテリー繋げてない状態で考えましょうか。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと待って、一回落としますね。はい、落とします。で、まあ、バッテリーない状態でちょっと考えたいの、ね、これ抜きますね、一体ね。これこの状態ですと。この状態になって、本体からこれ飛び出てますと。はい、じゃこれを、まずコンセント使いたいときは、コンセントを繋いでもらいます。壁のコンセントでもいいです。ホタテのコンセントでもいいです。で、繋ぎましたってなったらば、ここ右側電源ボタンあるんで、ここポチッと押していただくと、つきます。で、ここのも一番左のボタンを押すと、冷房か送風か暖房かが切り替わるんで、これ、氷のマークが冷房。あ、冷房。で、これ真ん中、お日様のマークが暖房。で、一番右側、風のマークが送風という形ですね。で、これで変えてもらう。で、この右から風量が変えれます。はい、強したり弱したりと。で、いきます。で、これ温度。温度の設定高くしたり低くしたりできます。で、一番左、モードの設定ができます。このマックスってついてると、もうフルマックスで炊くんで、めっちゃ急激に冷やすことできるんですけど、もちろん電気はかなり消費しますと。で、次にこの、夜の三日月のマークでお休みモードと音をちっちゃく頑張りますという形です。で、最後この葉っぱのマークが言うてたエコーモード、これが冷房と送風を交互時間で繰り返して8時間以上持たしますよっていう、さっきのこのやつで、ね、そうですなんで、夜使う時はこのモードにしておいてもらうと、まあね、よく持ちますよっていう形ですね。はい、で以上です。もうほんまこれだけで、あとはドレンが溜まってくると、ここのバケツのマークあるんですけど、これがどんどん、まあ、水の A が増えてくるんで、増えてきたら一番右このファンのところのやつを長押しすると、この横になんか水バケツをバシャッとやってるような A が出てくるんで、こうすると中のポンプが動いて勝手に水捨ててくれるようになりますので、まあ、これ捨ててくださいって感じですね。基本これだけです。ドレンは自然に溜まってくるわけでしょ。そうです、中にね、受け皿があって、この中に溜まってくるって感じで、それで押すわけ。そうですね、これで溜まってきたら押すと、押すと向こうに排出される、ジョロジョロジョロっと排出される。あ、そういうことなんだね。じゃあこっちに溜まってるものを、ドレンを感知して、溜まってるよって知らせてくれる。そうです、ここに知らせてくれるん で、 でそれで押す、押すな、どこ、ここ一番右に流して、そうすると向こう行くわけです。そういうことです、そういうことです。わかりました。はい、はい、どうも。いい方です。16万1700円。あ、これそうこれがこれ依頼に乗ってるやつですね。16万1700円で消化額で乗せてもらって、バッテリーで一緒やったの。そうで、バッテリーいらないよっていうんだったら、これよりもあのバッテリー代持ちもかかって、もちろん使われてますよ。これでかいんだね。結構大きいですよ。エアコンね、今日だったら、本体だけやったら税込みで91,300円、はいはい、で、バッテリー込みになったら161,700円、ね、バッテリーはこれしか使えないの。いや、そんなこともないですよ。正直これってね、はいはい、本体側に AC のケーブルついてるんで、別にもう車内にインバーターってサブバッテリー積んでるよって言ったら、そっから取ってもらっても構わない。例えば家の中では使えますか。これ使えます、使えます、もちろん家のコンセント繋いでもらえれば。ああ、使えるんだ、いいですね。どうしようかな、今日だったらって今日しかないの。この価格は今日だけ。今日だけ。じゃあキャンピングカーショー特別価格という形で。そうなんで、外に出してもらうという形で、もう言ってしまえばこれを上にこうペローンとする形になるんですね。で、走行中はさすがに危険なんで、もう無理なんで、もう止まった時だけペローンと広げてもらうからですね。一応うちのソーラーパネル全部折りたたみかつ自立するようになってるんで、まあ、もちろん火当たる方向に駐車場の相手をするようにして。ちなみにこれ今よく見ませんです。これ光さんあたり、全然なんだ。一応ハトメついてるんで、なんかに引っ掛けてもらう。構わない。